まずはメイン端末の速さを見てもらいましょう。レベル50プラス80じゃ。ウサギン3匹に城を叩かせて衝撃波が出るまで働き猫のレベル上げ。衝撃波が出る頃にはパーフェクトに耐え出せるようにしておくと良いぞ。メインとサブ端末、どのくらい時間に差が出るか、確認してみましょう。ひとまず働き猫のレベルはここでストップかの。ここはもう一つ冒険しましょう。お金が貯まっておらぬが大丈夫かえ。問題ありません。さあ3体分のお金を確保しました。時間とともにお金は増えていくので、牛を相手にする頃にはかなりの数になります。しかし攻撃ペースが遅いのに、こやつらであの数を倒せるものなのかえ。今回はプラスの差が攻略速度に及ぼす時間を検証するために、この後サブ端末でも挑戦です。結構なところまでお金が貯まったが、まだまだ足りぬな。数を出さないと強くても話にならないので、勝敗は城を叩いた直後、どれだけの数の牛を素早く倒すのか、そこから攻略速度が変わってきます。ステージが長いから、やっと始まったの。こんなに間隔が空いてしまっておるが、大丈夫なんじゃろうか。射程の関係もあるんだけど、これは押し戻さないと時間がかかるね。幸いお金は十分ある。前線に集まれば一気に決めてしまうわえ。さあ押し戻し始めました。牛の数もすごいですが、パーフェクトの数もものすごい。体力13万の牛をいともたやすく倒していきます。パーフェクトとは恐ろしいものじゃな。さあもうそろそろでしょうか。いえ、まだ粘るみたいです。しかし城はすでに射程範囲内。牛さんご苦労様。2分もかからぬかったな。じゃあ今度は私たちの番よ。人気者はどいたどいた。さあこちらのパーフェクトは以前ボックス紹介したままのレベル。あんな化け物とは違うぜ。では始めましょうか。だ。やることはさっきの子たちと同じ。時間が2倍以上かかるので、2倍速でお送りさせていただきます。強さは違いますが、使うキャラは同じなので、基本的なペース配分は一緒。最初の攻略で画面を引いてたのは、全体の進み具合を見てもらうためだぜ。こちらは移動するたびにスクロールするから、問題ないよ。っていうよりピンチじゃねえか。体勢を立て直して数を出します。戦闘にこれだけ密集すれば、いけんじゃねえ。ってのが私どもの見解。だがそもそもの強さが違うから、苦戦はするんだけどな。うわ、この牛強。やっぱりプラスの差は偉大か。何のまだ負けると決まったわけでもありませんから、押して引く。これが、ストップ。まったくわけのわからないことを。結果は思っている以上に難航。でもちゃんと倒せてるのとお金は大丈夫。とにかく敵が出てくる以上、それ以上の数で押し返します。だが状況はよろしくないな。レベルが問題だからしょうがないとして、有限枠の数だけでもさっさと倒してしまえば、あとは無限枠の一枠を片付けるだけ。問題は今残り何頭かってところなんだが、いちいち数えたりしませんよ。さあニャンコ軍団の中では美しいと言われる。パーフェクトボディで、牛さんを倒していきましょう。だいぶ押されてニャンコ城に近い気がするんだが、大丈夫と言い切れるか。諦めない限り常識ないなら、無茶でもなんでもないよ。お前の常識の枠がわからねえから不安なんだ。さあ倒し切りましたね。ここから押して押しまくりです。勢いが弱くなったところだし、これは勝ったな。だから言ったでしょ。私は負けない。そんなこと言ったか。何派ともあれ、リクエスト消化。勝利ー。時間はメイン端末の倍以上かかりましたが、勝つことはできます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次はトカゲかな。いや、鳥だ。